本当に時によるんですけど、もちろん大阪在住の方も多いんですけど、海外の方も結構受けられることが多くて、それはもう本当時によるんですけど、受ける幅で言ったら本当にいろんな人が受けに来ます。ちっちゃい子も受けに来るし、高齢の方も全然受けに来るし、基本的に多いのは大学生週あたりの年の子たちが一番来るんですけど、時には外国人の方が割合多い時もあるんじゃないかなっていうようなレッスンです。心がけてることは、みんながこう楽しく踊れるようにはまあもちろんなんですけど、今後こう一人で踊ってる時でも楽しく、音楽の話をめっちゃするので、音楽を聴いてる時にああこんなこと言ってたなとか思い返してもらえるようなレッスンが多いと思うので、音楽が楽しく聴けるように、楽しく踊れるようにっていうのを心がけてレッスンしています。どんなことやってるのかわからなかったら、僕のインスタグラムに飛んでもらったらハイライトにレッスン動画をまとめてるので、それを見てもらって来てみないと分かんないと思うので、ぜひ遊びに来てください。待ってます。